準決勝では、まあ、最初に指導を取ったんですけど2回指導を取られて負けていて残りの数秒まで負けていてもう負けるかなと思ったんですけど、まあ、今まできつい練習とかやってきたのを思い出して最後まで諦めずにかけたら残り1秒で倒すことができたので、まあ、すごい運が良かったなと思いました。で決勝でも抑え込んでこのまま勝ちかなと思ったところで逃げられて、まあ、でも気持ちはそんなに切れずに最後まで攻め切ろうという気持ちで戦った結果優勝できたので良かったです。